せいや。俺はアントン。俺はアントン。いつものように事務所に向かって歩いていると、急に飛び出してきた車に轢かれてしまった。大丈夫ですか？顔がひどいことに。運転手が車を降りて駆けつけてきたようだが、顔面を強く打った俺は意識を失っていた。これはひどい。顔面がボロボロで頭蓋骨が複雑骨折してるぞ。頭蓋骨まで砕けていたらこれは助かるかどうか。すぐに救急車で病院に運ばれたが、搬送中の車内でうっすらと意識を取り戻していた。さあ病院に到着しましたよ。あれ、この患者の頭蓋骨元に戻ってないか？本当だ。さっきはもっとぐちゃぐちゃだったのに。とにかく病院の中に運ぼう。病院で医者に引き渡された俺は頭蓋骨をレントゲン写真で撮影された。これはどういうことだ？頭蓋骨が粉々に骨折した後、綺麗に繋がった形跡があるぞ。数十分前の頭蓋骨骨折がこんなにすぐ治るわけがない。医者がそう言っている間にも俺の顔はみるみるうちに治っていった。胴体の怪我は回復せず、顔面だけがそのような状態になっていた。なんだこれは。アントンさん、あなたの顔面はどうなってるんですか？いや、俺にもさっぱり。そういえば医学論文で見たことがある。命の危機に直面すると回復遺伝子が覚醒する人間が存在すると。まさかそれなのか？よくわからないうちに俺の顔面は凄まじい回復力に目覚めたらしい。骨までぐちゃぐちゃになってもすぐに回復するのだ。このことをきっかけに俺は最強の顔面を持つ男としてテレビ取材を受けた。なんか面白いことないかね。アントンさんじゃないか。どうして顔面が最強になったんですか？俺にもさっぱりわからないんです。これは何か面白い実験ができそうだぞ。そうだ。いやあ、アントンさん。寺田さん、お久しぶりっすね。みんな元気にしてた？事務所で依頼を待っていると久しぶりの人物の訪問に俺たちは驚いた。今日はどうしたんです？この前テレビでアントンさんを見たよ。最強の顔面を持つ男になったんだって。すごいじゃない。いや、それほどでも。寺田さんは俺を見てにやりと笑ったので、なんだか嫌な予感がした。そんなアントンさんの最強の顔面を使ってさ、一ついいアイデアがあるんだよね。まだ誰もやったことのないエンターテインメントをやりたいんだよ。エンターテインメントですか？そう、アントンさんが金をつく棒になってさ、人間の顔で金つきをしたら顔がどうなるかっていう挑戦をしたいんだ。もちろん回数は除夜の鐘みたいに108回でね。寺田さんったら、久しぶりに来たと思ったら相変わらずね。本当、どういう発想をしてるんでしょう。さすが寺田さんっすね。寺田さんは自信満々に説明を続けた。考えてみてよ、人間を金つき棒の代わりにしてお寺の鐘を鳴らす光景って、想像したら面白いと思わない？報酬は2000万円だよ。2000万円？こんなこと頼めるのはアントンさんしかいないんだ。頼むよ。2000万円という高額報酬に揺さぶられたが、俺は正直かなり悩んでいた。久しぶりに寺田さんから依頼が来て嬉しい気もする。だが想像するだけで相当ヤバい依頼だ。簡単に受け入れることはできなかった。さすがにちょっと危険すぎませんか？怪我をしてもこの間の事故みたいに時間を置けば治るんでしょ。だったらいいじゃないか。悩んだ結果、俺は依頼を受けることに決めた。よし、やりましょう。アントンさん、心配かけてしまうのは分かってはいるけど、2000万は大きすぎる。最近大きな仕事もなく売り上げが下がってたし、ぜひやらせてください。そうこなくっちゃ。寺田さんは明日の9時にマニデラに来るよう俺に言うと、嬉しそうに帰っていった。次の日、俺は言われた通りマニデラにやってきた。そこで俺が目にしたのは、全身をムキムキに鍛え上げた修行僧たちの姿だった。この人たちは何なんだ？いや、おはよう、アントンさん。寺田さん、こちらの皆さんは？この寺で修行中のお坊さんたちだよ。
これがお坊さん。どう見てもボディービルダーにしか見えない。だが寺田さんは言った、どうせならこの機会に修行にも協力したいと思ってね。修行中の人たちにやってもらうようお願いしたんだよ。お願いいたします。え、はい。俺は恐怖を覚えながらも人間金付き棒として手足を縛られ宙に吊り下げられた。ワクワクするな。アントンさんで108回金をついたら顔面はどうなるんだろう。108回叩く前にギブアップしたら意味がないから報酬も渡せないよ。分かってます。寺田さんが久々にくれた依頼だし期待にも応えたいと思い頑張ることにした。するとそこになんとシオラさんが現れたのだ。遅れてごめんなさい。シオラさん、どうしてシオラさんがここに来たんですか？寺田さんから連絡をもらったのよ。アントンさんの頑張ってるところが見たいと思って。それに単純にこの実験の結果も気になるし普段の研究の参考にもなればいいなと思ったの。俺はちょっと気が重たくなったがすでに完全に縛られていて後には引けない状態だった。そして108回の顔面加熱器が開始された。やるしかない。せいや、修行僧は俺を持って大きく振りかぶり俺の顔を力強く金に打ちつけた。これは初めての経験だ。脳みそを揺さぶるような衝撃の後少し遅れて猛烈な痛みに襲われた。痛い！1回でこんなに痛いなんてこんなのあと107回も耐えられないぞ。何言ってるのアントンさん、まだまだこんなもんじゃないよ。アントンさん頑張って。その後続けて20回ほど俺の顔で金が叩かれたが繰り返される痛みと衝撃で頭がグワングワンしていたので寺田さんに呼びかけられるたび返事をするだけでも必死だった。まだいけるでしょアントンさん。はい大丈夫。せいや、痛い。そいや、痛い。俺の悲鳴にお構いなしで3人の修行僧が間髪入れずに俺の顔面で金突きを続けた。俺は意識朦朧となりつつ金を打たれるたびに痛い痛いと叫んでいた。怪我してもすぐ回復していた俺の顔面だが50回目を迎えた時限界を見せ始めた。ちょっと待ってください。寺田さん。俺は慌てて寺田さんに呼びかけた。え、どうしたんだい。怪我が続きすぎてこのままじゃ頭の骨が割れるか意識が飛ぶかしそうです。でも途中でやめたら報酬金はなしだよ。そう、痛いところをついてくる。俺が文句を言うと寺田さんは残念そうに言ってくる。おまけにシオラさんまで身を乗り出してきた。諦めちゃダメアントンさん、せっかくここまで来たんだから頑張って。やるしかないのか。どうやら最後まで耐えるしかないらしい。だが何回かついた後さすがに寺田さんが少し休憩させてくれた。ここでちょっと休憩を取ろうか。はい。金を打つのが一時中断された途端ボロボロだった俺の顔はすごいスピードで回復していき普通の顔に戻ってきた。おお、本当に治ってるじゃないか。アントンさん、そんなこともできるのね。じゃあ休憩終了だよ。はい。修行僧は再び俺の顔面で金を突き始めた。少しずつ顔がボロボロぐちゃぐちゃになっていき俺の意識が徐々に遠のいていった。だがあることに気がついた瞬間俺の意識は急にはっきりした。顔面の回復が遅れてきている。さっきまでは顔を怪我しながらも同時に少しずつ回復できているのを実感できていた。今は傷が増えていくばかりだ。ちょっと待ってくれ、回復が遅くなってきてる。追いついていない。せいや、痛い。ちょ待ってくれ。俺の声は寺田さんやシオラさんには届かず傷だらけの状態のまま容赦なく叩かれ続けた。そしてもうダメだ。98回まで来た時完全に意識が飛んでしまった。顔もぐちゃぐちゃになってもしも意識があったら痛みを訴えられていたのだが俺は物言わぬ金付き棒と化していた。ラスト10回気合い入れていくわよ。はい。シオラさん生き生きしてるね。じゃんじゃん行こう。そして修行僧たちは最後の10回を全力で突き始めた。10せいや9せいや。そんな調子で寺田さんとシオラさんはカウントダウンし
修行僧もそれに合わせて全力の鐘つきを続けた。俺が打ちつけられるたび、鐘は綺麗な音を響かせていた。3、2、1、0。やったわね、アントンさん。すごいよ、アントンさん。最高のエンターテインメントだ。二人が声をかけてきたが、俺は反応できる状態ではなかった。ちょっとやりすぎたかな。報酬は後で振り込んでおくからね。アントンさん、今度はもっと面白い実験を持ってくるから、また回復したらよろしくね。そしてテラーダさんは救急車を呼んでくれて、俺は病院に運ばれた。さすがアントンさんね、こんなに体を張るなんてすごい。俺が病室で目を覚ますと、便利屋のみんなが来ていた。アントンさん、まったく、またこんな無茶して。医者が病室に来て俺の状態を説明してくれた。アントンさんの顔面は同じところに衝撃を与えすぎたせいで回復能力を使い切ってしまったようです。骨が回復するからといってこんなことしたら危ないじゃないですか。アントンさん、どうしていつもこんなことになるまで体を張るんですか。高額報酬に張り切りすぎっすよ。というわけで、俺の最強の顔面は金付きのせいで回復機能を失ってしまったらしい。まあいいか、なぜか頭がすっきりしてるんだ。叩かれてた時の記憶も全然ないし、ジョヤの鐘みたいに煩悩が消えたおかげかな。それってただ記憶喪失なんじゃ。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが、みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。